ークスは2023明治安田生命 J1 リーグ第4節札幌ドームスタックスマッチ北海道コンソドーレ札幌対横浜 F マリノス戦にご来場いただき誠にありがとうございます。北海道コンソドーレ札幌サポーターの皆さん、こんにちは。本日のスタジアム DJ はクリア・マセルです。まずは今シーズンも力の限りチームを応援し、そして共に戦いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は横浜 F マリノス戦です。まさに強敵ですが、超攻撃的サッカーで勝利をまずは目指しましょう。そして前節の新潟戦では何度も相手ゴールを脅かし続けました。2つのゴールも素晴らしかったし、前へ前へと走るサッカーは今日も含めこれからもコンソドーレに大きな期待を感じさせてくれます。熱い思いをピッチに届け、カードワークを応援で支えて勝利をつかみましょう。そしてその相手となります横浜 F マリノスサポーターの皆さん、横浜から私たちのふるさと北海道札幌へようこそ。今日は先生ごとよろしくお願いします。長い歴史も一つ一つの積み重ね、この後はその歴史を作ってくれたゲストも登場いたします。熱い声援で選手たちのこのピンチを揺らしましょう。今日も誇らしい赤黒の戦う空間を作ってくれたサポーターの皆さん、ありがとうございます。共に勝利を分かち合いましょう。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてここでピッチ戦には素敵なゲストにお越しいただいております。それではハイさん、お願いします。よろしくお願いいたします。そして、はい、皆さんこんにちは。コンサドーレイエスオプチームキャプテン兼スポーツダイレクターの川井凛です。今日もよろしくお願いします。そして一般会場のサポーターの皆さん、ようこそお二人で。クリアさんも言っておりましたけれどもね、ぜひ北海道の街、サポーターの魅力もたくさん楽しんでほしいなと思っております。さて、本日はですね、北海道コンサドーレ札幌の OB であり、昨シーズンをもって現役引退を発表されました上里和正さん、札幌ドームに駆けつけてくれました。和さん、お帰りなさい。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。すごい大きな拍手。すごいですね。改めてとなりますけれども、ご挨拶をいただいてもよろしいですか。去年をもちまして現役を引退しましたけど、札幌にこういう機会をいただきありがとうございます。嬉しく思いますし、皆さんの温かいお帰りという言葉が本当に感動しました。よろしくお願いします。今日ははい、本日よろしくお願いいたします。ツイッターを拝見していましたら、はい、北海道を久しぶりだなってお話をね、もう書いておりまして、はい、何年ぶりですか。札幌を離れてから、はい、帰ってきたので、はい、それぶりという、それぶりです。久々の札幌ドームいかがですか。いや、やっぱり、こうやって芝のピッチに立つのが、なんか、懐かしいなって感じがする。はい、皆さん、赤黒のユニフォームを見れたのは本当に幸せです。はい、リュウジさんも2人で今登場する前に、あったかいねって言ってましたよね。やっぱり、コンサドーレサポーターはすごくあったかいというか、20番のユニフォームがね、支えてくれてます。ありがとうございます。本当にあったかいですよね。上里さんはですね、所属されていたのが2004年から2010年、そして2013年から2016年ということで、2004年の時というのは高校卒業されてからプロデビューしたのがこのコンサドーレということなんですよね。はい、そうです。当時の思い出というのはありますか。いや、その時はやっぱり1日だったんで、鮮明に覚えてる感じだったわけなんですけど、やっぱりここでデビューさせてもらえたことは、僕たちの宝物だなと思ってます。そして2010年の後、2011年にはレンタルで FC 東京で活躍することとなるんですが、はい、何やらこの時の思い出が出たのか。2011年ですかね。
ね。ここでのコンサドーレ最終戦ですよね。はい、FC 東京との最終戦。勝てば我々、コンサドーレ J1 昇格の試合でなぜか相手に出てたんですよ。レンタルですよね。レンタル移籍中だったんですけど、今なかなかないとは思うんですけど、その当時僕札幌ドームで FC 東京の選手としてピッチに立たせてもらいました。はい、普通はありえないです。そうですよね。はい、その時は札幌サポーターはどんな反応でしたか？結構なお客さんが入るので4万人近く入った中で何人から大ブーイングされてきてます。それはさっきお二人にとっても懐かしいですけれどもね、皆さんもあーそんなことあったんだって今ね思い出している方もいらっしゃるかもしれませんね。そして2013年に再び戻ってきてくれまして、この時の思い出というのがね、私ユージさんに聞いたんですよ。何戦かちょっと忘れちゃったんですけども、1対0で勝ってる試合で、残り本当ワンプレーで、数のところから次のプレーからそこで奪われて失点して引き分けになって失点しまったんですよ。その後何日かと挨拶みたいな人ありがとうございました。それもそこそこにですね、かつてこの距離で掴み合いですありましたね。喧嘩して、はい、もう挨拶をせずに2人で掴み合いながら喧嘩したのを覚えてます。その後はどうなったんですか？その後はやっぱりピッチ上でやっぱ対決したかったので、話しましょうって言って、話しましょうって言ったんですけど、もう恐ろしい熱気でしたね。すみません。今は無理だで、ロッカーに戻った後にクールダウンがあるんですけど、その時にユースの方から話そうと言ってくれて、そこでアートの話が入りました。ユージさんはね、そのことをちょっと忘れていたようで逆だと思います。そう、初が話しかけてくれたから俺が詰められたのかなと思って。ユージさんですね。でもあの時はでも本当に引き分けていいだろうと。一戦一戦あの思いとかそういったのを一戦一戦大事にしてるっていうのを言われて、それで僕は今後サッカー選手としてそれを牛さんから学んで継続できたっていうのは、もう全くすごい大きな出来事であったので感謝します。じゃあ喧嘩も無駄じゃなかったですか？いや、もう無駄なことは絶対ないです。いい話になってよかったですよ。どうだった？その時は牛さんから出て、やっぱりうまいんですよ。ボールが持ってて時間を作れるプレーヤーですし、ためができるプレーヤーですっごいうまいなって思いました。こんなにうまかったんだ。左足での正確なキックはもちろんですけど、ゲームの流れを見る力も持ってたんで、いいプレーヤーだなと思って一緒にプレーしてますけど、左足の正確なキックですね。風さんはユージさんのことをどんな選手だと思ってましたか？僕は札幌の時に若い時にキャプテンをやらせてもらったんですけど、やっぱりユージさんみたいにキャプテンと出会えたことが僕の人生の男子選手としてはすごく大きく上がってよかったなと思ってて、それを琉球に戻って私で3年間やらせてもらいましたけど、本当にそれが周りの選手に伝えてるかわからないんですけど、このユージさんの思いを繋いで若い子につなげていったらなと思って、本当にありがたいキャプテンシーというか、それを背中を見て育ったのは僕なので非常に高いです。そこはユージさん、褒められまくりですね。相手のバリノスさんですし、すごい嬉しいですけど、僕がやってきたことをこう多分実践してくれてるっていうのはすごく嬉しいですし、僕もこうやってきた甲斐があるなっていう思いでいっぱいですね。今後はその力をキャプテンとしてではなくですね、新しい形で発揮されていたのかなと思いますが、19年間のプロ生活、2022シーズンを経て現役を引退ということで、改めて本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ご自身で振り返ってみるプロ生活いかがでした？本当に必死に一日一日を過ごして、宮古島っていう田舎から出てきたので、無駄のないように過ごせたかなと思います。いろんな方々と出会って成長できたというのは、本当に僕に関わってきてた人たちのおかげで成長できたというのは、本当に感謝を伝えたいなと思います。
今シーズンより FC 琉球のアカデミーのロールモデルコーチに就任ということで、このロールモデルコーチといいますと、日本のサッカー界でいうと内田篤人さんですとか、中村憲剛さんもやられておりますが、改めてどういったお仕事なのか教えていただけますか。琉球でのアカデミーの全カテゴリーに関わりながらやらせてもらったんですけど、やっぱりコーチたちが考えてきたメニューを体現できなかったり、現象が できなかったときに、僕がプレイヤーとして参加して、その現象を体験していくっていう作業になります。そのまま見せてあげることができるそうですね、一応サッカー選手として、まあ、近くで進んでもらえることになって、こう伝えていけたらなと思いながらやらせてもらいます。基本的な練習はもちろんですけれども、はい、左足の力強いキックとかももちろん受け継いでいきたいなと。そうですね、まあ、ただ左利きが少ないので。そうですね。どこかでね、受け継いでいってもらえたら嬉しいなと思いますし、ロールモデルコーチング FC 琉球でのご活躍となりますけれども、ちょっと出せますけど、なかなか嬉しいですね。呼ばれたらすぐ来るんで、僕すぐ行きますちょっと力つけたからねぜひね、本物のご活躍応援しておりますし、北海道コマンダーぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。でそれではあっという間の時間となりますが、最後にマサドレのサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今日は短い時間でしたけど、北海道のサポーターの皆さんのおかげで僕は19年間サッカー選手を目指させてもらいました。本当にありがとうございます。今後はですね、いろんな子どもたちに伝えていきながら、頑張っていこうと思ってますので、今後見せてくださいよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、この時間は北海道ボンスポール札幌 OB 上里和正さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
しい人生のスタートを祝福するために、私たちも新しいスタイルを見続けます。ブライダルフェア開催、大岩シャローン協会。ダイヤモンドヘッド、水野、サッカーが近い、その気持ちと共に進むジャパンスピリット水野フットボール。レオファンミニネット札幌リーグ、札幌、北海道で生まれ北海道で育ったオリスさん、北海道の皆さんと分かち合う道民だけ一番おいしいビール、札幌クラシック。片桐企業グループ、北海道新聞社。ねえ、知ってる？私の地元、今どうなってるんだ？今見てる会社ってどこ？日本航空、続いてオフィシャルパートナーはボートレース、ノーザンホースパーク、セイコーマート、アイグループ、北海道オートバックスグループ、ソリューションプラス、マネーフォワード、JA グループ北海道、サムライエナジー、職人工業、チケットケア、エゾカリージョナルマーケティング、高橋グループ、トランスコスモス、国家札幌北海道、札幌日産自動車、札幌ドーム、ほか各社のご協賛をいただいております。本日は2023明治安田生命 J1 リーグ第4戦、札幌ドームサックスマッチ、北海道コンサドーレ札幌対横浜 F ・マリノス戦にご来場いただき誠にありがとうございます。ここで日産にはすてきなゲストにお越しいただいております。またまた愛知さんお願いします。はい、この時間はですね、本日のサックスマッチのパンフマでもあります株式会社札幌ドームから経営企画室広報課の庄内大輔さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。札幌ドーム広報課の庄内大輔と申します。どうぞよろしくお願いいたします。庄内さんがお勤めの経営企画室広報課というのはどんなお仕事をされているんですか？はい、札幌ドーム広報課ではですね、札幌ドームの公式ツイッターですとか YouTube チャンネルの管理、またサイトなどの管理運営を行っております。でしたら我々サポーターと一番身近な存在というのが可能ではないですかね？そうですね、サポーターの